どうもクレシンマニアです今日はクレヨンしんちゃんのゲームの運動会だぞ2をやりますということでスタート,スタートあまたあ、まあ、一人で遊びます町内運動会午前の部開始です今年は優勝商品 チョコビ一年分だよすごい。チョコビがもらえるなんて太ももを。一年分がただ何としても貸し取るのよ母ちゃん。一年分はかなりでかいですからね。これは欲しい。あ、ランキングがあるオーナー跳び。オーナー遊びやろう。次の競技はオーナー跳びです。 新之助、みんなとタイミングを合わせるんだぞ。風間くんったら、心配性なんだから、タイミングが大事。タイミングね。あ、これ。いえー、行くぞ。はい、あと、よいしょ。あ、本番、本番。 うん本番本番さっきの練習だったんねはいそれよいしょいさあい,いくつまでいけるかこれスピードとか変わるんかな おこわ。ちょ、あー、これスピード微妙に変わるねやっぱり。九位、九位か。 へえで多分これマックスが100回ってことなのかなへえやったねっていうこと、まあ、まだ始まったパ始まったっていうかあのー あ、もう一回とかあるんだ。ということで次スタート次はこの 50m 走をやっていきます次の競技は 50m です。 新之助が相手か。ぶっちぎりでゴールしてやる。風間くん。そんなにオラのことが気になるしょうがな,いなー。れん、れんだけ。もう、本気で。いけ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 。行くぞー よいしょよいしょよいしょゴーゴー急げ急げ急げ9秒かでも子供一ては早い方何気にね松坂先生がいるのがいいですね47位ー 次の競技もねこのままやっていこうと思います次は 500m 走長いんだ次の競技は 500m ですしんのすけマイペースでいけよ持久力が大事よあ持久力が大事かそっかぶラジャーちょ少し休憩みたいなのもあるのかなあ このゲージで疲れちゃうといけないってことだよねきっとねこれで休憩しながらえ難しくないマックス速度を保つのかな 難しいどこまで行っていいのかそうだよねスピード落ちちゃうもんね速 <laughs> い風間風間君が速いえ風間君負けてるこれ連打あでも連打したからって すぐ疲れちゃうもん、ね、連打したら。ええー、ちょっと待って、ちょっと。小刻みに、小刻みに行けばいいのかなあ、でも疲れが溜まってきちゃった。小刻み、小刻み。子供に500メートルも走らせるんじゃないよ。普通バれちゃうよね。よし、ラストスパート、ラストスパート。 何位ぐらいになったんだろうこれで22位まあ普通の普通か <laughs> えっ、ー、ということでね、えー、運動会だと2やってきましたけれども是非ねみんなもランキングをね競ってみるのもいいかもしれないですねということでチャンネル登録をぜひお願いします